ベンジャミン・ストロングは、アメリカ合衆国の銀行家。金融会社、信託会社勤務を経て、1914年から、ニューヨーク連邦準備銀行の初代総裁を死去、するまでの14年間務め、連邦準備制度の政策と行動に、大きな影響力を及ぼした。また、イングランド銀行総裁モンタギュー・ノーマンとは、個人的な信頼関係も築き、 第一次世界大戦後の国際金融の再建に卓越した指導力を発揮した。1872年、ニューヨーク州、フィッシュキルに生まれた。1891年、18歳で、投資金融会社キュイラー・モルガンカンパニーに就職した後、アトランティック・トラスト・カンパニー勤務を経て、1904年からは、バンカーズ・トラストに勤め、1909年には、 同社副社長、1914年には社長に就任した。私生活では、1895年にマーガレットと結婚し4人の子供を設けたが、1905年にマーガレットが自殺し種別している。1906年には長女も亡くした。1907年にバンカーズトラスト社長、エドモンド・コンバースの娘キャサリンと再婚したが、 1916年にキャサリンが二人の娘を連れて別居。1920年に離婚している。1916年に肺結核を患って一年休職して以降、咽頭結核や肺炎の療養のため数度休職している。1920年代、公開市場操作を通じてあるいは国債を売買する。 ことによって、物価水準を維持しようとする政策や、強行の際銀行に対して流動性を与え続けようとするストロングの姿勢は、マネタリストからは、賞賛を浴び、オーストリア学派の経済学者からは厳しく批判された。ストロングは、連邦準備制度の設立にも関わっている。1907年強行の後、主要銀行家たちは通貨を発行する権限を持つ、 民営の中央銀行を設立すべきと考えた。だが一方、一般市民は断固として中央銀行の設立に反対していた。1909年からニューヨークバンカーズ信託会社の副社長であったストロングは JP モルガンの代理として1910年、ジョージワッシ州ジキル島で極秘裏に開かれた会合に出席した。他の出席者は、 フーンローブ紹介のパートナーである、ポール・オーバーグ、ネルソン・オルドリッチ上院議員、エイブラム・アンドリュー・ザイム・官補、国家金融委員会特別補佐、ニューヨーク・ナショナル・シティ・銀行・ト取り、フランク・バンダー・リップ、JP ・モルガン紹介のシニアパートナーである、ヘンリー・デイビソン、モルガンの支配下にある、ファースト・ナショナル・銀行・ト取り、チャールズ・ノートンの6人であった。後に、オルドリッチ。 プランとして呼ばれるものは、このジキル島の秘密会合で、青写真が作成された。世論は、銀行家たちによって作成された、銀行改革法案など決して認めず、中央銀行設立などもっての他との声が大勢で、あったため、プランは秘密裏に作成された。オルドリッチプランは議会に提出され多くの議論が、なされたが、1912年の選挙で、 民主党が勝利したこともあり、投票には至らず、代わりに、グラスオーエン法案が提出された。オルドリッチプランの概要は、結果として、連邦準備制度のモデルとはなったが、連邦準備理事会の人事権が、大統領に与えられ、銀行家の役割は12の連邦準備銀行の、運営に限られるなど重要な部分で修正がなされた。また、 中央銀行の名称もあえて使用しないこととした。3年後、数ヶ月に及ぶ、公聴会、文書作成期間、議論を経て、連邦準備制度設置のための法案、連邦準備法が議会を通過し、1913年12月23日、ウィルソン大統領が同法案に署名した。連邦準備制度は、オルドリッチプランの連邦準備組合と多くの共通点を持つが、 その管理制御体制は大きく異なる。1914年、ストロングは、バンカーズトラストの社長に就任し、ほどなく、ニューヨーク連邦準備銀行の総裁にも任命され、1928年10月に、超農業で死去するまで、総裁職を務め続けた。アメリカの経済、歴史学者、チャールズ・キンドルバーガーは、ストロングは1920年代の欧州の、 金融問題に目を向けた数少ない、米国人為政者の一人であり、大恐慌の1年前、1928年に、ストロングが死去しなければ、国際金融システムの安定性を維持することは、可能だったかもしれない、と述べている。ありがとうございます。